こんにちは、キーチャンネルでございます。本日はガチャを引こうかなと思い、10連ガチャ10プラス1のこっちのガチャを引きたいと思います。まだハロウィンのやつをやってるのですね。まあということで、まあ行ってみましょう。はい、何が出るのでしょう。 S がいいんだよね。うん、行ってこい。ガシャン、行ってらっしゃい。何が出るかな。お、いいの出た。なんだろう。劇場レア S だ。あ、これも S だ。やった。ドラゴンかっこいいね。ドラゴンかっこいいけどね、使い方がよくないよね。また S？牛気になるわ。なんだこれは。すごい、すごいな。レアの、おーかっこいい。あ、この子知ってる。ラスト、あ、ハンギョジンかな。塗った S が2枚出ました。もう1枚、あ、プラス1か。わーい、 S が2個出た。あ、3枚出た。この子かわいい。おう、ドルシー。私とパパはね、ものすごく仲良しなの。わーい、自分のデッキにマゴマが10枚以上入っていると発動できる。あー、手駒でやった ATK が一番大きい駒しか使えなくなる。うん、自分だから、これはまあのやつにしとけばいいのか。天使。俺の国は化け物どもに滅ぼされた。あ、上田裕二だ。王子の責務として、残った民のために国を再興しなければならない。ほう、分かってんだよ。そんなことは。開始時の HP が 70% 以下の時に発動できる。とりあえず S をね、レベルアップさせて強くしていこうなって。私こそ、この駒がリーダーである時発動し、ひっくり返した後の盤面の自分の駒数 ×150 の特殊ダメージ。うん、なかなかいいのを引いたんじゃないかな。初めて引いた割には。これ気になる。この駒がひっくり返された攻撃で特殊ダメージがあれば発動する。こういうのもあるんだね。その時に受けた特殊ダメージの 120% を相手に与える。ひっくり返された攻撃、特殊ダメージがあれば。なんかね、いろいろあるから、ちょっとね、考えて使わないとってね。これは何なの？ギタルブルル、ギタルブルル、ギ、あ、ギ、ギタ、ギルタブルル、ギルタブルル、ちょ、わかんないな。まあいいや、進化できるんだから進化させておこう。この子は回復系ではない、あ、毒系の子か。メイドさん、ストリートメイド、ストリクトって、ストリクトメイド。わかんないな。
牛気になるな。なんて牛だな。牛はいいかな。牛は特にいいかな。この子はフレイムデビル。フレイムデビル。マゴマ。マデッキがいいんかな、この子も。この子は、ヘビ使い。アンジェミット。かわいい。ヘビが、なかなか。表になっている2ターンの間、自分の毒スキルのダメージが 5% 上昇。2ターンの間だけね。使い勝手がね。控えろ。さっき見たな。私こそ。この子か。まだ見てないのは。ダーインスレイブ。炎強そう。機械のドラゴン。自分の竜コマがあるまま発動できる。周りに、ちょっとまた考えて使ってみたいと思います。ということで本日は以上にございます。チャンネル登録とグッドボタン、コメントいただけたら嬉しいです。ではまた、ガチャですね。